皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーン3サイドオーダーパート59やっていきましょう。今回も前回に引き続きハッキングをゼロの状態にして8のパレットを使って秩序の塔30階を目指していければと思います。前回で17階まで攻略することができたということで、今回は18階からなんですけども、ドローンメガホンレーザーを2枚取ってるので、ここは音波ダメージ上げていきましょう。いきなり難しいでクリアできるか緊張ですけども、なんとか頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。18、19が終わったらボス戦ですね。そちらも頑張っていきましょう。ポータルを壊せ、ど真ん中は最後に残したいと思います。まずはこちら行きましょう。メインショットダメージ遠いがあるので、それを使って爆発に巻き込めたら最高でございます。素晴らしい。待って、これ先下行くか。落ち着け落ち着け落ち着け、メインショットダメージ遠いがあるので、うわ待って、撃破回復とか使いたかった。オッケー、素晴らしい。なんとか爆破が間に合いました。そしたら待って、着地があるから、この着地をうまく使いたいな。落ち着け落ち着け、こっち来るかな、こっち来るかな、こっち来る前に、はい、ここで多少打っといて、着地でどれくらいまで減るか。オッケー、いいぞ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 。着地って結構強いんだね。ということで、更新して押し寄せる砦のフロア、なんとかクリアすることができました。うわー、待てよ、本当はこれが欲しいんだけど、激ムズはちょっとクリアできないから。いや、これもうドローンメガホンレーザーだな。もうマジか、なんでここに来てドローンがこんなになの。まあボーナスがあるから、なんとかそれ行きますか。いや、フロアスキップしてもいいんですけど、ちょっと練りコイン残しとこっかなって思ってるんですよね。20回が終わった後自販機があるんで、その時にでも、ちょっと使うために練りコインは残しましょう。サブウェポンも使わない。オッケー。これは MK さんもともと使わないので、練りコイン、なんか結構いい感じに集められるかと思います。600とか取れるから、ちょっと待てよ。あのさ、MK さんスケルトン図鑑読んだからわかるんだけど、チャン、いって、やばい、ちょ待って、マジでやばいわ、マジでやばい、マジでやばい、本当にやばいじゃん、本当に、待って、一旦ここ着地します。本当にやばい、本当にやばいわ。待って待って、落ち着け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 、まず君を倒せ。やばい、本当にやばい。ちょ待って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 、本当に待って、本当に待って、アーマーありがとう、アーマーありがとう。ちょ待って、チャージャーのやつがマジでやばい。チャージャーのやつがほっとくとどんどん攻撃の頻度が高くなってくるってスケルトン図鑑に書いてあったから、それをちゃんと信じて、ちゃんと信じてというか事実だからね。ちゃんとあいつは倒しましょう。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。で待って、ディスクパーツ、うーわダメだ、もう出ちゃった。先に動かすわ。うわマジか、出てる、チャージャー出てないな。オッケー、チャージャーは出てない。でインクパチパチがあるから、結構このインク周りしっかりやりましょう。で、うわ待って、チャージャー出た、チャージャー早めに倒した方がいい。こいつ早めに倒します。はい、オッケー、素晴らしいよ。いやー、やっぱスケルトン図鑑読んどいてよかったね、先にね。でかいよスケルトン図鑑読んでたのは。はい、こちら。そうじゃなかったら MK さんあのチャージャー無視してるから、本当に徐々に速くなるって知らなかったんだもん私。そしてオッケー、いいよ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 。うわ、ディスクパーツ出てるけど、ちょっと今じゃないかもな。うわ待って、チャージャー出たな、チャージャー出たので一旦チャージャーを倒しに行きます。オッケー、いいぞ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 。でディスクパーツ出てるんだ。ディスクパーツ一応拾う。うわー、これで2枚か、あと1枚なんだ。うわ、あるなあるけど、もうしょうがない。一旦ここ着地、いいよ、これでもうこっちまで来てください。ディスクパーツあったね、まあいいんですよ、クリアできれば何でも。ということで19階、なんとかクリアできました。20階だぞ。これね、異界のカノンの方が楽だと思う。回線ロンドの方がむずいと思うんだ。できれば異界のカノン、引いてくれ頼む。もうこれは運だ。1000もらえるのね。これで4500とかになるから、フロアリセットが1回500、いや、加算されてくのかちょっとわかんないけど、500だとしたら、待って、でも20階以降は1000になりそうだな。うわ、待って、あ、オッケー、よかったよかったよかった。オッケー、異界のカノンだった。こっちだったらなんとかなるわ。異界のカノンは結構弱いから。で、アーマーが1個しかないから、このアーマーをしっかり使いましょう。もちろんライフ1しかないからね。落ち着け、なんでこっちまで来んの、なんでこっちまで来んの、やめて。よし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 。で、周りしっかり塗ります。周りしっかり塗って、いざとなったら着地あるんで、いざとなったら着地も使いましょう。で、相手も着地使ってきたりするから、そこ気をつけた方がいいです。待てよ。落ち着け。大丈夫大丈夫。全然大丈夫。時間かけよう。時間かけていいから。時間かけていい。全然時間かかって大丈夫。待てよ。
見えねえんだよ黒インク。よしよし、オッケーオッケーオッケー。黒インクめちゃくちゃ見づらいよね、相手の潜伏の時とかほんと見えない。ということでまだ来るよ。次で、次が3で次が5ね。借地来るんじゃね、そろそろ。来てない。これさ、ボムとか引っかかんねえかな。オッケー、ナイス。待って、ボムが引っかかるんだったらもうほんとボムでどうにかしたいわ。はい、ここダブルで倒します。もう1体いるよね、ここボムなんとかなる。あー、ボム無理か。待って、ボムでさ、うまいことなんか牽制してればいつかやられねえかなっていう。あー、おっと、オッケー来た。いいよ、ボムいいな、ボムありだぞ。はい、ここでいいよ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 。でスペシャル、待って、スペシャルあるから、いざとなったらね、いざとなったら。オッケーです、メガホンレーザー姫ちゃん、マジでありがとう姫ちゃん、ありがとう。いいよ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 、周りしっかり塗ります。着地来る可能性あるから一応避けといて。着地来ないんかーい。でそこボム投げといて、無理だな、待てよ、危ね、本当に危ね。そこ落ち着け落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫、落ち着けは全然大丈夫だから、落ち着けは全然大丈夫。まだアーマーもあるから、なんならで、なんならインクパチパチ食らってる。あ、後ろか、ちょ待てよ、待て、まず君倒すか、まず君倒すか、おらおらおら、あっぶね、ちょ待て待て、本当にやばい本当にやばい、落ち着け、バレてないバレてない。オッケー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 、ちょっとこっちまで使おうぜ、こっちまで全部使うわ私。で待てよ、はいはいはい、バケツ倒した、あと3人ね、あと3人。うわー出た、その姫が出すやつやめてくれ。あーまあマジでありがとう、あっぶね、あーまあぶね、今よかった。待て、怖い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 、あーまあありがとう。ちょっと待て、あと2体あと2体、あーまあなかったらマジで終わってる。マニューバね、キル速エグい可能性あるよ。残り1体、着地あるから、いざとなったら着地。どこ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 、そっちね、そっちね。待て待て待て、最後何、ちょ武器教えて先に、怖いから。どこ、あ、そっちだ、どこ、わブラスターだ、ブラスター一発ある、あぶねえ。しゃい、怒りのカノンはとりあえず OK。 うわこれ大ダコえぐい気がする。待って、これ大ダコクリアできるか、大ダコえぐくね。まあまあまあ、もうやるしかないんだけど。はい次、うわこれさ、爆発吹き飛ばしを逆にクリアしてさ、あの着地の時に敵を思いっきり吹き飛ば、いやダメだ、自販機だ。4500もあって自販機いかないのはちょっと違うでしょ。ここでインクショットダメージとかあったらマジで3枚買う、ほんと頼むわ。インクショットダメージが1回も来てないんだよ、ほんと頼む、いいのであってくれ。あーマジか、ラッキーコンボ時間か。うわー待てよ、1枚ずつ買うか、時間ドローンゲージ、ラッキーコンボ時間でいいんじゃない、1個ずつでしょ。これ以上はちょっとフロアリセットに使った方、フロアリセットじゃない、フロアスキップに使った方がいいと思う。21回クリア、ラッキーボム来た、これはもうラッキーボム行くしかない、ラッキーボムは絶対行くしかないわ。オッケー、ボーナスもあるからとことん囲まれる屋根付き。オッケー、ラッキーボム引けたわ、マジででかい、ラッキーボム1枚引けたのほんとでかいわ。 15% でしょ、でラッキーコンボ時間が延長されてるからいける、勝てる、結構、あーオッケーオッケー、そっちでもいい、そっちでいい、そっちでいい、確実にクリアしたいから。レンジね、なんか何が上がって、あー射程めっちゃ上がってるわ。射程めちゃくちゃ上がってるこれ。こっち側もしっかり塗って、インクパチパチがあるんで、インクパチパチをうまく使っていきましょう。うーわーラッマジでありがとう。あれ待って待って待って、君なんでそんな低空飛行できてんの。インクパチパチの影響受けねえからなあいつ。待って、グラーベがやばいから、グラーベちょっと意識してたな、グラーベ先だな。グラーベ先倒します。で、はい、君たち先やります。で、オッケーオッケー、危ない危ない危ない、それマジで危ない、アーマーあるよ、アーマーあるよ、アーマー取って、よし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 、いいよ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 、マジでいいマジでいいマジでいけてるマジでいけてる。ちょ待て待て、一回着地使うわ、一回ここ着地で、ディスクパーツ来た、素晴らしすぎ、残り10カウントでしょ、よし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 。待って、これほんとディスクパーツとラッキーボムでめっちゃ助けられてるわ。うわ、アーマー確率もちょっと欲しくなってくるな。ただね、アーマーは1個までしかつかないんですよ現状、あのハッキングオフにしてるから。なるほどね、なるほど、もうここは絶対無理、クリアできない、激ムズのトラブルはクリアできない。だからメインショット塗り行くか、これ1000かかる、1000か、メインショット塗り行くか。そうだね、難しい、ひたすら A に迫りくる、左右と左、これ何だったっけ。うわこれちょっと待って、
いや、いけるでしょ、さすがに。これクリアできなかったらこの先クリアできないから。で、最悪めちゃくちゃ練りコインが余ってたら後半は全部フロアスキップだ。1000でスキップできるから、今4000ぐらいあるでしょ。今もう4フロアクリアしても当然なのね。あ、ここか。なるほど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 。塗りがとりあえず広がってるから、塗りの広さでエリアをしっかり取っていく。で、インクパチパチがあるから、インクパチパチでしっかりこういうのも処理していく。いいよ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 。一回着地を使います。いいよいいよいいよ。で、君たちほんと危ないから。で、うわー、それ届いてねえんだよな。それ届かねえの、やばいな。ちょ待てよ、君来たらしっかり倒さないといけないから、これで、はい、こっち側取ります。ってやってると今度そっちが取られてんだろ。待て、グラーベの攻撃にほんと気をつけないといけないから。オッケー、いいよ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 。あ、待って、それ欲しい。よし、オッケー。ディスクパーツ1枚ゲット。ディスクパーツ2枚目ありました。いいよいいよいいよ。ディスクパーツ3枚取れればとりあえず相手の動き止まるから、はい、ガチエリア確保。これ待て、一旦使っていいか。一旦ここ着地使います。いいよ。ディスクパーツはまだ来てないね。ディスクパーツ来たよ。着地気ぃつけろ。よし、メガホンもナイス。素晴らしい、マジで素晴らしい。うわ、そっち塗って。よしカウント進んでるよ。カウント進んでます。コラパルテか。コラパルテ早めに倒しといた方がいいよな、これな。コラパルテ早めにやっとかないと後々困ると思う。よしで、はい、その辺うまく倒す。いいよ。待って、残り24カウントで、グラーベが間通ってくれたからこいつしっかり倒します。チャージャーえぐいな。一旦着地。チャージャーえぐいな。残り10カウント。うーわ、そっちか。ちょ待て、濡れないこれ。オッケー、残り5カウント。なんとかなんないこれ。3、2、1、オッケー。チャージャー怖っ。チャージャー一発二発だからね、アーマーなくなると。で、チャージャーは放っておくと撃つ間が上がってくるから、よしで、ラッキーボム来た。これラッキーボム行くしかないよな。これラッキーボム行くしかないわ。自販機あるのはわかる。自販機でタダで行けるんだけど、ラッキーボム 30% はあまりにもでかいわ。でしょ？これラッキー、ディスクパーツ、時間が伸びてて、これさ、コンボ数が欲しいんだよ、本当は。でももうごちゃごちゃ、簡単だから、トラブルだけど簡単だから、ここでトラブル潰しましょう。待って、マジで30回まではいけそうだな。問題は大ダコを倒せるかになってくるな、これ。あー、これか！無限アルペジオ。まあ、なんとかなるんじゃね？待て。まず全部爆破。いいよ。エリア取ります。はい。もうこれの繰り返しだから、ここは。はい。ちょ待ってね。はい、あとこれの繰り返しだよ。あとこれの繰り返し。はい、で、真ん中やる。いいよ。危ない、アルペジオ。アルペジオ一発だからね。あれ、ちっちゃいからって舐めてるとね、こいつ一発なのよ。待て。君。で、ここ一旦、はい、着地使います。で、ディスクパーツ1枚ゲット。でかいよ。この1枚も結構でかいよ。で、はい、またここを貯めて。待って、グラーベマジで危ない。一旦着地切ります。で、着地で連鎖させます。はい。いいよ、残り1、オッケー。シュッ。これでラッキーボム 30% でしょ？これラッキーコンボ最大数欲しいな。コンボ最大数。なるほど。これドローンメガホンレーザー上げるしかないよね。これドローンメガホンレーザー上げるしかないな。8ボールだからなんとかなると思うんだ。インクボトルよりもドローンメガホンレーザーをもうマックスぐらいまでやって、姫ちゃんにもうひたすらドローンをメガホンレーザーを撃ってもらう。大ダコに。もう大ダコを倒すこと考え始めた方がいい。この辺から。大ダコをがのバリア割ってから大ダコ倒さないともう一回バリアやることになるのね。それを避けたいからメガホンレーザーをなんとかやりましょう。で、待てよ、これで一発。オッケーで一個終わった。グラーベ来てるけど、待って、それで終わりだよな。待て、あ、落ちないで、ビリビリ落ちないで。オッケー、いった。よし、マジでいけるじゃん。どうしよう。MK さんがうまいかもしれない。はい、23秒でまさかの更新までしております。ということで、
うんうん順調ですね。なあイーダ、カラーチップコレクション見たらチップが線で繋がってたんだけど、繋がってたんだけどさ、あれ何？あれはバッチのやつだな。繋がっているのは全く同じ色のカラーチップみたいですが、それ以上のことは、まあカラーチップを集めていけばわかるんじゃないか。もしかしたら何かいいことあるかもな。バッチがもらえました。はい。ということで、うわー、そう来るか。じゃあ一旦ちょっとカラーチップコレクションの読んでない分読んでいいっすか。前回でドローントルネード、ドローントラップまでか、読みましたので、ドローンスプリンクラーからいきましょう。ドローンスプリンクラー、姫ドローンがインクを撒き散らします。2枚目からは必要なゲージが少なくなりますと。姫がインクを撒き散らして攻撃や塗りをサポートするよ。このチップと時間ドローンゲージをたくさん集めると先輩からインクが溢れてます。私がスプリンクラーになるのか。スプリンクラーを投げるんじゃねえの。確かにそういえばそうだったな。なんでスプリンクラーを投げるんじゃなくて姫先輩がスプリンクラーになるんだ。これだけちょっとギャグ要素が入っておりますが、はい、次ドローンアイテム。姫ドローンがランダムなアイテムを生成します。2枚目からは必要なゲージが少なくなりますと。姫が生成するアイテムはランダムだけど、ドローンバッテリーは出ないらしい。あ、そうなんだ。まあ確かに無限コンボみたいになっちゃうもんね。アイテムは先輩の真下に出るので見逃さないようにご注意ください。ハチさん、アイテムまで作れるとか何でもありだな、ドローンの私。まあ仮想空間だからね。はい、次時間ドローンゲージ。時間ごとのドローンゲージの増加量がアップします。複数枚セットすると目に見えて姫のドローンゲージ増加が早まるよ。移動ドローンゲージとかと合わせれば先輩の行動が出まくりです。私の行動を追加するチップがないと意味ねえから、その辺頼むぞ8。そうですね、 MK さんは揃えるために全く意味ないけどこれを積んでいたりしましたが、はい、次撃破ドローンゲージ。これ結構いいよね。敵撃破によるドローンゲージの増加量がアップしますと、群れで攻めてくる敵を倒しまくれば姫のゲージがぐんぐん増えるね。撃破インク回復も敵を倒すと効果が出るので、合わせてセットすれば倒すたびに2ついいことがありますよ。私の攻撃で倒しても効果あんのな。ハチ、一緒に倒しまくんぞ。ということで、なるほど、姫の攻撃でも意味があると。よし、じゃあこれで全部カラーチップの裏面も読み終わりました。もちろんすべて上のランプもついておりましてコンプリート済みでございます。でスケルトン図鑑も全部読んで、飯田の開発日記も全部読んで、パレットもね全部読んだということで、もう読み物は終わりですね。あとは最後大ダコを倒すのみでございます。 MK さんは果たして一発クリア、このままハッキングなしの8のパレットでいけるのか、楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。緊張する。